はい、皆さんこんにちは、しらたんです。はい、今回はですね、ちょっと前に海外の方の中でストーリーズで質問の機能があると思うんですけど、それを使って Show me a picture of っていう写真のテーマをいただいて、 iPhone の写真フォルダに入ってる写真でそれを見せていくみたいな、それが海外の方の中でストーリーズで流行ってたんですよ。 YouTube でもやってる方がいて、私もちょっとやってみようと思って、もう事前にインスタで募集してあるので、写真を見せながらエピソードトークみたいなのもしていこうかなっていう企画です。ずうずうしい企画ですよね。私の見たい写真ありますかっていうことなので、でもたくさんいただきました、ありがとうございます。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。じゃあ早速やっていきますか。じゃあまずはちょっと一番最初なので、緩めなものからいきましょうか。黒髪ロング時代、結構黒髪ロング時代長いので、もしかしたら見たことある方もいるかもしれないんですが、これとか結構良さそうかな。じゃん、こちらです。めっちゃ若い、これ2016年ですって。だからまだ私16歳、だ16歳って高校1年生とか2年生ぐらいですかね。懐かしい。てかめちゃめちゃ黒いですね。髪の毛ツヤツヤ、もともと割とサラサラな髪質だったので、黒髪ロング時代は結構それが生きてたんじゃないかなと思うんですけど、これは京都に行った時に撮ってもらったやつですね。見たらわかると思うんですけど、当時この活動をし始めぐらいだったかな、の時にスカウトしてくれた方に会いに行った時ですね。これは懐かしい。確かに、でもこの時は私は前髪も長くてワンレンで、後ろも長くてって感じだったかな。でもなんか表情とかがすごいぎこちない。人に向けられるカメラがすごく苦手だったんですよね、この時。どういう表情をしたらいいのかわからないっていう。ここら辺とかもね、懐かしい。まあでも結構ここら辺の写真はあれかな、インスタとかめちゃくちゃ遡るとあるかもしれない。じゃあ続いてギャルっぽい写真いきましょう。一番ギャルっぽかったのいつだろうな。なんか YouTube の企画でギャルメイクをしたやつとかはやっぱギャルですよね。じゃあギャルっぽい写真、じゃん、こちらです。この時が多分一番ギャルっぽかったんじゃないかな。メイクはもちろん濃いんですけど、高校3年生の夏休みの時に初めてエクステをつけたんですよ。これ地毛は染めてないんですけど、一番ギャルっぽいかな、髪色とかも。この辺は割とギャルギャルしてるかもしれないな。カラコンもだって縁なしのグレーみたいな、ハーフギャルっぽい感じになりたかったんでしょうね、きっと。そういうのばっか使ってましたね。で赤リップみたいな、眉毛は黒くてみたいな。懐かしい。もうだいぶ落ち着きましたもんね、これでもね。お、じゃあその続きで、初めて髪を染めた時の写真。これは高校私ダメだったので、高校卒業してすぐ染めましたね。卒業式の後に行ったかな。じゃん、こちらになります。プリなんですけど、プリがね多分一番わかりやすいんですよね。写真だとちょっとあまり色味が伝わらなかったので、ちょっとプリでお見せしようと思うんですが、こんな感じですね。初めて私髪の毛染めた時はグレージュにしました。一応これブリーチしたかな、ブリーチして入れたんですけど、結構暗め。この時にそれと同時に髪の毛をバッサリ切りました。これが私が初めて髪の毛を染めた時ですね。インスタライブとかしたんですよね、髪の毛染めた時。見てくれた方ももしかしたらいるかもしれないですが、こんな感じです。懐かしい。続いてオタ活してる写真みたいです。トリプル A 関係の。私はトリプル A さんすごく好きで、結構ライブとかにも行くんですけど、うわ、あれあるかな。私がね一番最初にトリプル A さんのライブに行ったのが富士急のライブなんですよ。富士急の野外ライブで、それにね初めて行きました。その時の写真あるかな。何年前だ、6年前とかですか。わっ、ありました。あったー。やばすぎる。ちょっと皆さんに見てもらえますか。じゃあオタ活をしている写真ですね、こちらになります。マジでもう何から突っ込みますかね。とりあえず近いのと、メイクが、メイクというか、まあカラコンか、カラコンがすごいっていうのと、まつげ上がってなっていうのと、涙袋すごいですね。これやばいな。しかも絶対これ B6 のフェアリーテールで撮ってます、これ絶対。やば、懐かしい。これが私が初参戦の時ですね。なんかここに貼りましたね、シール。懐か
しいな、本当にやってるな。まあ、あと他とかだとここら辺とかどうですか。これはでも YouTube でヘアアレンジ紹介したと思うんですけど、なんかクマさんヘアみたいな感じで、これは結構あれじゃないですか、割とガンガンにオタ活みたいな感じですよね。ここら辺かな。でもあるのだとめちゃくちゃムッチリしてますね、なんかもうパンパン顔がお、じゃあ次が夏の制服。夏の制服ね、私は高校はセーラー服だったんですよ。で半袖もあったんですけど、半袖なんか着ないよっていう謎の噂で夏でも愛服着てました。今考えると半袖でいいやんって思うけど、まあ何度かねプリを取りに行ったりとかもしたので、それがあるかな。はい、夏の制服こちらでございます懐かしい、やばいですよね本当。プリキもプリキですけど、これは多分ケイティとかだと思うんですけど、全身映らないっていう。でしかもこれめちゃくちゃ上げてます、めちゃくちゃ上げて。これ私の高校は私立とかではなかったので、普通に公立だったので校則も厳しくて、スカートの長さなんかも膝でしたからね。膝のをめちゃくちゃ上げて頑張って、これ超懐かしい。そう、こんな感じのセーラーでした。やばいなこれ。この時もあれですね、髪の毛長い。じゃあこれに続いて学生時代の学校行事の写真。これもねなかなかのやつがある気がする。まあ、私の学校はカメラなら OK なんですよ。カメラを持って行って撮りました。これめちゃめちゃ恥ずかしいけど、その当時はこれがイケてると思ってやってたやつがありますね。じゃあお見せします、ドンこれは本当にやばい。まあその時はやっぱね、何かこう友達同士で思い出の残ることしたいねとか言ってやったんだよな。タオルをねこう自分たちで作って、100均かなんかのタオルだったかな。クラスのその組のカラーとかあるじゃないですか、それが黄色だったので、黄色のタオルにフェルトみたいなのを貼っつけてやりました。懐かしい。でその後取りに行ったプリがこちらもうすごいですね、ザ青春ですよね。これが実際こんなね可愛く鉢巻きなんか巻かないですからね。髪の毛も縛ってたし、すっぴんだし、なんせ、まあ、こんな感じでやってたな。ちょっと戻りたいかもいやでもなんか結構考えるんですよね、高校時代って本当に楽しかったなって。やっぱ戻れないじゃないですか、ふとした時にねは戻りたいなっていう風にも思うんですよね。うわこれやばいもう一枚ちょっとすごいの見つけたので、どうぞ、こちらです。もうね時代を感じる。今の高校生なんかこんなことなんかしないですよね。この時はね可愛かったんですよ。これが超恥ずかしいんだけど、これやばすぎ私もこんなことやってましたわ本当にね。こう絶対にあの目線を向けないっていう、顔を見せないっていうのがやっぱポイントです。球技大会とかですね、これはやっぱこう振り返るとね面白いけど、いい思い出です。めちゃくちゃあこんなこともしたなっていう、まあ、やっぱ行事はね割と全力で楽しんでたんじゃないかな。学校では怒られるのめんどくさいし、この程度にしとこうかみたいな感じでちょっと緩めにやって、その後いつものグループでプリを取りに行くっていう、化粧道具持って学校行って、帰りにショッピングセンター行って、トイレでメイクしてプリを取るっていうのやってました。じゃあ続いて小さい頃の写真いきますか。これはでもこの前質問コーナーの時にちょっとチラチラっとお見せしたので、かぶってしまうかもしれないんですけど、小さい頃の写真はじゃんこんな感じです。どうですか、面影あるかな。でも結構自分で見てもあなんとなく面影あるかもみたいな風に思うんですけど、どうだろう、どうですか。まあ、見ての通りちっちゃい時から私はもうめちゃくちゃ黒かったので人一倍黒かったですね、肌が。隣にいるのがお姉ちゃんですね。あんまりねちっちゃい時は似てなかったんですよね。お姉ちゃんは逆に肌がめちゃくちゃ真っ白で全然似てなかったんですよね。最近はよく似てるねって言われることも増えたんですけど、でも私は妹もいるんですけど、今は妹が私のその頃の私その頃の私にそっくりみたいなのを友達とかからは聞きますね。でもたまに自分で見てもすごい若い時の私見てるみたいみたいな感じで思うことはあります。じゃあ続いて普段とは真逆のふわふわ女の子みたいなしなた見てみたいです。あのね、あんまりないんですけど、かろうじてちょっとふわふわ系かなみたいな写真があるので、そちらをお見せしたいと思います。じゃん、こちら。まあこれはね言うてフィルターのおかげとかもあると思うんですけど、このちょっと髪の毛ふわふわな感じとか結構印象が違うんじゃないかなっていう風に思います。カラコンもすごいキュルンとするような感じのカラコンだし、これは割と私の中でもふわふわな感じの写真かなと
思います。2015年なので15歳ですね。高1かな。流行ってたな、この時ハットハットめちゃくちゃかぶってました。私遊ぶ時必ずと言っていいほどハットかぶってた気がするじゃあ続いて、海外旅行で一番お気に入りの写真。これはね難しいですね。写真となると結構難しいんですけど、まあでもこれかな。はい、決めました。じゃん、こちら。結構思い出に残っててすごくいい写真じゃないですかこれ。私一番海外旅行で楽しかったのタイなんですよ。タイ旅行がマジで楽しくて、まあ、その中でもやっぱ一番記憶に残ってるのはこのゾウさん。ゾウさんに乗ったことが結構記憶に残ってますね。動物にね乗るっていう機会あまりないし、で私この時ゾウさんに乗るのも初めてだったので、なんかすごいね皮膚も硬くって、でこのゾウさんのエピソードですごい感動したというか素敵なエピソードがあって、まあこれ写真見てもらうと分かるように、友達とお揃いでねなんかこう浮かれてこんなでっかい帽子みたいなの買ったんですけど、それをの被ってゾウさん乗ったんですよ。で結構まああれも揺れるんですね。揺れながらこうやってった時に友達の帽子がバーって落ちちゃったんですよ。でも言葉も通じないし、わあどうしようかなと思ってたら、私たちはこう行くのに対してこっちから来るゾウさんがいて、そのゾウさんのゾウ使いみたいな人がその落ちたのに気づいてくれて、で私たちのそのゾウ使いの人にちょっとみたいな感じで、でまあゾウさん止まって、でどうするんだろうと思ったら、対向から来たゾウさんが鼻で帽子をねもうすくい上げてくれたんですよ。もうそれがめちゃくちゃ可愛かったし、すっごいと思ってめちゃくちゃ感動したんですよね。それが結構印象に残ってて、あとはこのゾウさんのこの前足に乗って鼻をこう巻きつけてくれて写真撮ったんですけど、それもめちゃくちゃ可愛かったので、これ結構お気に入りかな。まあたくさんあるんですけど、何か一つあげるっていうならこれがやっぱお気に入りかなっていう風に思います。はい、じゃあ続いて、3年前の今日今ということだったので、今日が4月の4日になります。3年前の4日は2019年、18年の4月4日はじゃん、こちらでございます。癒されますね。私姪っ子が2人いるんですけど、1人目の姪っ子とお姉ちゃんと花見に行った時の写真です。まだちっちゃい、かわいいもちろん今もかわいいですけど、めちゃくちゃちっちゃい、かわいすぎる。まあこんな感じでしたね。花見してました。もうお花見の時期ですもんね。早いな。今年はお花見は予定はないですけど、お花見って言っても結局なんかお花見の頃のご飯がやっぱりね目的になりますよね。花より団子って言うんですかまあでもお花見もしたいですね。はい、では続いて、太ってる時の写真いきますか。一番太ってる時の写真、体重的に一番太ってるかわかんないんですけど、いやこの頃は私顔パンパンすぎだろっていう写真があったので、そちらをお見せします。じゃん、こちらやばくないですか。顔のパンパンさがとにかくやばい。結構私顔むくみやすいタイプで、普通に太ってたっていうのもあるんですけど、さらに顔がむくんでもめちゃくちゃパンパンな日の写真、ムッチムチって感じですよね。本当に今見てもマジでよくこれでいたよなって、よくこれでも食べ続けてたよなって思いますはい、では続きまして、携帯に入ってる中で一番古いプリクラ。はい、じゃあ一番古いプリクラ、ドン、こちらね、何から突っ込みますか。まあこの時はね多分メイクし始めで、まだねそんな眉毛とかもやってなかった時期だと思います。眉毛どこ行ったのっていうのと、リップの色どうしたのっていう、白くねリップの色白くない。まあ多分これはプリキで勝手に加工されるやつだと思うんですけど、知っても白くないっていう。それより何よりも落書きですよね。んーちゅって何もう本当に消えたい消えたいんーちゅって何本当に。でもやっぱこういうの流行らなかったですか。こういうのなんかこうちょっと伸ばし棒でこうなぞるみたいな、やばすぎ本当に。にゅーん、んーちゅ、多分字的に私がこれ書いたんですよね、落書き。きっといやーやばいな、この動画マジでやばい気がする。黒歴史大放出スペシャルですねこれ。まあでもとっておきのやつがねちょっとまだあるんですよ。これは本当にね今はもうどうしようか悩んでるんですけど、まあでもせっかくだったらっていうのもあるかな。なんかまあちょっと後で話しましょうじゃあ続いて、髪の毛最短に短い時代。これも結構やばい。私中学校の時にバレー部だったんですけど、バレー部で髪の毛を切らなきゃいけなかったんですよ。今考えるとすごいなと思うけど、髪の毛を切らなきゃいけなくて、その時が一番短かったです。めちゃくちゃ短くベリーショートでした。でその時の写真がじゃん、こちら
やっぱ短いですよね、髪の毛。本当にめちゃくちゃ短かったですもん。水鉄砲なんか持っちゃったね。っていうかめちゃめちゃ細くないですか。めちゃくちゃ痩せてませんか。私この時も現役だったので、2014年ですよこれ、14歳、バリバリ部活で運動してって感じだったので、この時はもういくら食べても太らなかったですね。めっちゃ顔シュッとしとるもんな。前髪も結構パッツン気味だったんですよね。この時のフェイスラインめちゃくちゃ欲しい。これは公園でね、友達と一緒に水鉄砲で遊びましたね。だからこんなに濡れてるんです。中学生ですね。じゃあ続いてでちょっとラストなんですけど、本当にねもうラストが本当にやばい。先に言っとくんですけど、皆さん本当に嫌いにならないでくださいっていうリクエストでもあったんですね。一番芋だった時期とか、誰にも見せられない事故画とか、一番漏れてない写真っていうのがリクエストでやっぱあったんですよ。この機会に私ももしこういうテーマをいただいたのであれば、私もこの際吹っ切って公開しちゃおうと思ったんですよ。私の人生での本当に一番漏れてない写真、えぐいんですよね。まあとりあえずお見せします。人生で一番漏れてない写真こちらです。整形を疑われても何も言えない写真だと思います。これはもちろん整形はしないんですけど、もうね誰って感じですよね。え、でもこれを機にちょっとみんなに勇気を与えたいんですよ私は。まあ今こういうね活動をしているわけで、ありがたいことに外見を褒めていただくこともあるんですよ。だけどもうこの時の写真なんか救いようがなくないですか。そうだから、まあ、こんな時代も私はあったんですっていうのプラス、この時よりは今は絶対マシだと自分でも思うので、絶対に誰でも可愛くなります。本当にこの写真本当にやばくないですかって。私が一番人生でもう本当に写真を撮って後悔してる、一番漏れてなくて消し去りたいって思ってるのがこの日なんですよ。これが2015年3月5日、14歳か。この日は中学校の卒業式だったんです。ごめんなさい本当なんかもう恥ずかしすぎて喋り方とかうざいと思うんですけど、この日はね中学校の卒業式で、まあ、私すごく涙もろいんですよ昔からこう見えて。そうで必ず小学校の時も一番最初に泣いたんですね私が卒業式で。まあそれは中学校でも泣くわけですよ。中学校ってやっぱねそれまでの友達とこう高校がバラバラになっちゃうじゃないですか。それが本当に辛かったんでしょうね。大号泣ですよ。もう本当に大号泣してしまって、その結果このざまですよね。もう本当にやばい、どうしよう、ちょっと恥ずかしいな。もうこの涙袋、とりあえず目の腫れ具合やばいですよね。この日マジで泣きすぎちゃって目がパンパンなんですよね。とりあえずこの当時はまだ二重が腫れぼったい二重だったんですよね。今はもう結構ねこうくっきりしてきたんですよ。年を取るとこうどんどん彫りも出てくるっていうぐらい目元って結構変わりやすいとこだと思うんですけど、まぶたの皮が目に乗っかる感じだから、まつげも潰されるわ、目もちっちゃくなるわで、この当時私はすごい目が開いてなかったんですよ。写真を見返すと。それなのに大号泣して目がパンパンに腫れててこのざまですよ。最悪です。本当に様式なんかね、いろんなことやっぱ写真撮るじゃないですか。どうかまだもし写真が残ってるのであれば本当に消してください。本当に消してほしいもんマジで。私はねあるんですよ写真が。私はあるんですけど、なんかやっぱ友達も写ってるしなっていうので消すのもなーって思って本当に、まだもし持ってる友達がいたらマジで消してほしいぐらい、この日は人生で一番漏れてない日です。もちろん中学生なので眉毛の処理とかも何もしてないので、眉毛もね私形がおかしくて、今はこう整えてるんですけど自分で、昔は眉頭がすごく細くてで垂れてくんですけど、どんどん太くなってくんですよ。だからすっごい変な眉毛で、なんで前髪分けたって言いたい。まあ部活引退して部活は前髪も短くなきゃいけなかったし、後ろも短くなきゃいけなかったので、その反動で伸ばしてたんですよこの時はね、憧れて。もう本当にこの日だけはマジで隠してほしかった。もう眉毛もすごいし目も腫れてるし、でも思い出すだけで嫌になるぐらい本当にブサイク、誰がどう見てもブサイクです。まあ昔なのでねこれは本当に嫌いにならないでくださいどうか。
でももう私に怖いものはないかもしれない、これで。っていうぐらい本当に隠しておきたいやつなんですけど、まあ、せっかくねテーマをいただいたのでもう大公開してしまいました。大流出です、これで。でもね、この日卒業した後制服で撮りに行ったんですよ、プリクラを。メイクもしていったんですけど、変化がマジですごい。本当にメイクってすごいなって思える写真を今からお見せします。せーの、じゃん。すごくないですか、この復活。まだ見てられる。もちろんメイクの汚さだったりとか濃さだったりとかすごいんですけど、いろいろ突っ込みたいところは山々ですが、さっきの写真から数時間後にはこれになってるって考えると、やっぱメイクってすごいなって思います。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで終わりにしようかな。本当にでもたくさんのテーマをありがとうございました。結構いろんなテーマいただいたんですけど、まあ、私こういう仕事上インスタとかで割と公開してる写真が多くて、特に最近の写真はインスタを見返してもらえればあるような写真が多かったので、今回は今まであんまり公開したことない写真とかの方が面白いかなと思って、いつの間にか企画がプロ歴史大公開スペシャルになってましたが、まあでもこんな時代も私にはありましたっていう感じですね。本当に見られたくない、どうしよう。まあでもこれで少しでもなんか勇気を持てたっていう方がいれば、私はそれで嬉しいです。はい、ということで今回はこのような感じでですね、皆様からいただいたテーマをもとに私の携帯の中に入っている写真をお見せしてみました。楽しんでくれてたら嬉しいです。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバイ。嫌いにならないで、ね。